さて、世界どこの国でもそうですが、王や偉い人が死ぬと副葬品といって莫大な金や宝を墓に一緒に埋める習慣があります。そしてどこの国でも困ったのは、その宝を狙って墓を暴く墓荒らしの泥棒がいたことです。王たちはそれを防ぐため、それぞれ自分の墓に墓荒らしに対する呪いの言葉を刻みつけさせた。ファラオを妨げる者は死の翼に触れるべし。それがファラオの呪いと呼ばれ、王家の墓を荒らすと必ずミイラのたたりがあるとエジプトでは現在もそう信じられている。いや、信じられているだけではなく、この事実はもはや疑うことのできない恐ろしい現実であることを歴史が伝えている。有名なツタンカーメン王の墓が発見されたのは今から52年前、1922年のことである。